聴者の皆さんからの質問に答えるコーナー。はい、はい、先生今日もですね、視聴者の皆様からたくさんの質問が寄せられておりますので、はい、皆様のモヤモヤを解消してあげてください、はい、お願いします。わかりました。いきます。まずはこちらです。誕生日の画数がラッキーに働くということを初めて知りました、はい、いいことを知りました。どうして誕生日の画数がその人によっていいのか知りたいです。星座と画数については19画の説明の時におっしゃっていらしたことを思い出しましたが、星座のエレメントと画数なども興味深いですとのことです。なるほどなるほど。はい、まあ視聴者からのご質問で、なんですが、結構これはもうどっちかというとマニアックコーナーに近いものがあるかもしれませんが、いわゆる、姓名判断、名前のこう自覚の画数で占う方法の中で、一般的にはもう何画はいい何画悪いってこう決まってるんですね、はい、でいくつか流派あるけどほとんど同じなんです、うんうんうん、だから、もうみな、特に占い好きじゃない方でも名付けとかお子さんの名付けとかの時に一生に一遍ぐらいこう本手に取ったりするんで、うん、なんとなくその先入観があるはずなんですね。で例えば末尾4の系列とか、414とか悪いよとかみたいにね、この数はいいんだ悪いんだみたいなのが普通は決まってるんです、はい、ところがいろんな事例を見ていくと、いわゆる悪いと言われてる画数でうまくいってる方がいるわけですよ、うん、でそれはなんでっていう時に、名前だけでは説明つかないやつに、その人の誕生日のね、あの年も月もいらないから何日生まれっていうその日付だけです、うん、その日付はその数字が生命判断上良い数悪い数どっちにしてもその人にとってはよく働くわけなんですよね、うん、というのがそのここで言ってる誕生日の画数っていうのはそういう意味であって、何日というその日付がそのまま自画数だと思っていただくということになるわけです、うん、でなんでっていう、まあ、ご質問なんですけれども、まあ誕生日っていうのはこの世にまあ生まれてきた日だよということなわけですよ。で、生まれるっていうことをいいと思うか悪いと思うかってその人の人生観次第だと思うんですよね。なんかこんな苦労ばかりの世の中に生まれちまってっていう不幸だっていう人もいるかもしれないけれども、まあ一般的にはあの自分というものがこう出てきて成立したわけだからめでたいとされるわけなんですよ。で特にあの英語の中でインカネートっていう単語がありまして、インカネートってそのまあ何だろうな、何々の権化とかまさしく何々みたいな時によく使う言葉なんですが、厳密にはあの受肉って言いまして、肉体を受けるって書くわけなんですね。でキリスト教的な発想で、魂っていう体のなかったやつが肉体の中に入って生まれてこられるんだというところで、初めて肉体を持って生まれることができたと。だからそれはまあめでたいことなんだというふうに考えるわけですよね、はい、だから自分が成立した日っていうものは自分というものにとって成立させてくれた、エネルギーだから、これはその人にはよく働くというような考え方がベースになっていると、うんうん、だからまあそうじゃなくて生まれたことはもう苦痛なんだって思う方にはちょっとまずい話かもしれませんが、うん、はい、一応そういう理屈で出来上がっております。なるほど、ありがとうございます、はい、さあ、続きましてなんですけども、さあ、頑張れ皆さんも集中して聞いていただければと思います。いきます。東洋系の占い、例えば断液では男性の恋愛運等を見る場合は災在、女性の場合なら歓喜を用いることが一般的であると思いますが、同性同士の相性や恋愛運を見る場合はどの要人を見るのでしょうか。自分と同じ性別なので同じものを表す敬帝になるのでしょうか。以前中国語の断液についての掲示板サイトを見た際は、1、同性同士でも従来の見方に従って占いの依頼者の性別に合わせ、依頼者が男性なら災在、女性なら歓喜を使う。2、反対に占いの依頼者が想定している相手の性別に合わせて想定相手が男性なら歓喜、女性なら災在を使う。3、同性という点から自らと同じものを表す敬帝を中心に方向も参考にしながら占うの3つの説が出ておりました。またこれに関連して2021年1月11日に投稿されている異性運アップ法についても、例えば男性が男性に対して恋愛運アップをする場合は黒丸2つで良いでしょうか。お疲れ様でした。走り切りましたね。さすがです。ありがとうございます。本当にこれこそがマニアックコーナーの質問だろうっていうところなんですが、はい、まあ、あの質問者の方は断液分かっておられるようだから、うん、そちらの方の説明でいきますとですね、まあ、一般的に恋愛運あるいは結婚運の時に、自分以外にもう一人相手あってのお話ですから、はい、そのお相手をどういうふうに表現するか何で表すかっていう問題があって、
一般的には男から女性を見た場合には妻在という、まあ、妻候補ですよみたいな、こういうふうに見るわけだし、うん、女性からは歓喜で夫候補ですよというふうに見たりするわけですね。で、厳密なことを言うとですね、恋愛というよりはもう妻在という言葉に表れているように妻であり夫なんですよ、うん、だから結婚相手としてどうかみたいなのがまず一番ベースにあるわけなんです。なるほど、うん、で、その結婚というのは何によって成立するかっていう時に、例えばその経済的な共同体ですよとか、ちょっとねこういう放送で言うのもあれなんだけどね、あのその歓喜とか妻在の考え方の中には実は性の問題がすごく絡んでます、うん、で、もう身も蓋もない言い方をしてしまいますとですね、もう生殖器の話になっちゃうんですよ。で、要は難しいとこなんだな、まあ攻撃する側を男と見るよみたいな感じなんですよね。で、そういうとこからまあ出てるちょっとデリケートな問題があるわけなんで、はい、でそこでこれが同性になった場合どうかっていうことになるんですが、ここで見てるおっしゃってるのがね、恋愛運等っていうふうにおっしゃってるから、あえて恋愛運にしてしまえば、実は恋愛の場合っていうのは最在関係は将来妻になるであろう人候補みたいな感じで恋人として見てるわけなんですよ、うん、だからこの場合はね、妻とか夫というものをどういう視点で捉えるかによるんだけど、結論的には私は横行で見ます、うん、この人と私の組み合わせはどうなんだと、それが同性愛の関係であろうと異性愛の関係であろうと、この人と私っていうふうにやった場合は施行横行が大原則なんです、はい、で、ちょっとマニアックな方だったら夜覚老人の増産牧役はそうは言ってねえぞっていうツッコミが入るかと思うんですが、これはですね、夜覚が横行は見なくていいというか、横行じゃダメだと、最在と歓喜なんだって言ってるんだけど、事例をよく吟味してもらうと、将来出てくるであろう配偶者の時にはそれで正しいんです、うん、でもこの人とどうだみたいな話の時は横行を見るっていうふうに言ってないけど、大体そうなってるものなんですね、うんうんうん、故に特定のこの人とうまくいくか付き合っていけるかは横行です、はいはい、そして最後のところの何だっけ、そのおまじないみたいな異性上手法については、ここはお考え通りで、男から男の相性を良くするためにも、黒丸2つで OK です、はい、これは別物と考えてください、うん、はい、なるほど、将来の配偶者と見るか、その人との関係性で見るかの違いっていう、要するにまだ現れてない人はこの人って言いたくてもいないわけですよ、はいはいはい、だから横行が使えないから妻在とか妻って役割の方に持っていっちゃってるというふうに考えるわけなんですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。もう視聴者の方のレベルの高さが伺える質問でございましてありがとうございます。何人ついてきたの今の話ね。すごい、でもこれをね書いてくださった方はなるほどとなってますから、また何かありましたら質問の方バシバシコメントまで、お願いいたします、はい、先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい。